こんにちは。今日は高齢者65歳以上の方の雇用労働条件ですねについてお話ししたいと思ってます。まあなかなかね、政府の握りつぶされたけれども定年退職後2000万円ぐらいないと老後はなかなかしんどいですよというふうなことが発表されたこともあります。でそれで言えば大体年金が月20万円弱入ってくる。でそれでも2000万円以上貯金がなければ老後は安心して過ごせない、そんな発表だったと思います。まあちょっと問題になって厚労省がもうそれ握りつぶしてしまいましたけれども、でなかなかね、年金20万円丸々もらえる、かつ退職した時点で2000万円貯金がある、そういう人少ないと思います。だから実際は65になっても年金をもらうようになってもですね、それだけで生活していける、働かずに生活していけるっていう人が少ないんじゃないかというのが実情じゃないかと。だから65を超えても働いている人いっぱいいると思います。それはまあ別に余暇とかですね、健康のためとかいう人も一部いるかもしれませんけれども、多くの人がやっぱりもう働かないと生活していけないということで働いてはる、それが実情じゃないかと思います。で私たちの組合員の中にもそういう人います。60歳まで正社員としてまっとうに働いてですね、再雇用されて65まで働いてはりました。でも貯金がたくさんあるかと、そんな意味ないです。で2000万円も到底ないということで今働いてはります。でどこで働いてるかというと、これは大阪の人やったら分かると思うんですよ。イオンの大日店、大きなところですね、そこで働いてはります。でイオンに雇用されているかといえばそうじゃなくて、その下請けでですね、バイハートという会社があります。その会社に雇用されて働いてます。で仕事は何をやってるかというと、カートの整理です。まあスーパーっていうか、まあああいうイオンの第二店もいっぱいカートがありますので、 お客さんが買い物終わった後、まあきちんと元に戻してもらったらええんです。全部のお客さんがそうしてくれるわけじゃなくて、まあそのまま置いとかはるお客さんもいはる。でそういうものを集めてですね、所定の場所に返していくとかです。そういう所定の場所に返したとしても一定の場所ばっかりにたくさん集まっちゃうとそれも困るので、またそこからカート置き場少ないところに持ってってですね、数調整するとか、そんな仕事です。まあ聞いてると大体1日2万歩ぐらい歩くらしいです。でカートも1個ずつ持っていくのは楽ですけれども、そんなんじゃないです。20個ぐらい一気に運びます。もうムカデみたいな状態にしてカート運んでいくと。でなかなかハードな仕事です。でその人の労働条件どんな条件かというと、まず最低賃金、大阪府の最低賃金って今1023円だったと思いますけれども、時給は1023円で、その最低賃金改定される前はやっぱりその大阪府が決めたギリギリの最低賃金でずっと働いている。であとさらに交通費、これ支給なしと。で交通費すら出ない。その方はまあ2駅分ぐらいあるけれども自転車で通ってあります、交通費浮かせるために。でその着替え場所も男女一緒、倉庫みたいなところでそこで着替えなさい。まあそんなに全部上から下まで脱いですっぽんぽんになって着替えなあかんようなものではないんだけれども、やっぱ夏なんかみんな上全部脱いで汗拭いてとかいうことやらはるわけです。そこに女性も入ってくる、そんな場所です。で大変厳しい労働条件だけど、やっぱり働かないと生活していけないということで、まあ今ねその方の労働条件の改善ということで会社と交渉を始めてます。先日第1回目の団体交渉を行いました。で会社は基本的に回答は全部ゼロ回答です。交通費出せません、給料上げられません。で理由としたら、要するにイオンが全部決めるわけですね、業務委託の値段で、これ以上上げたら赤になります、だからもう上げられません、そんな回答でした。でイオンというのは全国各地にあります。おそらく全国同じようなカートの、ね、整理とかはイオンの社員とかがやるんじゃなくて、ほぼ下請けでやってるんじゃないかと。これはまあ想像ですけど、そうじゃないかと思います。あれだけ大きな施設、例えば警備から清掃からカートの整理からもういろんな仕事あって、おそらくイオン本体で全部やってるわけじゃなくて相当の部分が下請けに出してる。
で、その下請けの受ける条件はもうギリギリ最低の条件やというのは実情じゃないかと思ってます。まあ、イオンがこの今年の春闘でね、パートも含めて大幅な賃上げするみたいな話が実際あったんやと思いますけれども、ね、ただそれはそういうね、重層下請け構造みたいなところで支えられている。かつその重層下請けの下請けはどういう人が働いているかというと、65歳を超えたような人がたくさん働いている。まあそれ以外にもいるかもしれませんけれども、で今言ったようなね、清掃警備からそういうカート整理、大体60を超えた人の仕事になってますよ。でことごとく最低賃金、もう労働条件むちゃくちゃひどいというのが実情です。けれども実際仕事しんどいわけですよ。でなくてはならへん仕事、まあコロナの時言われてたエッセンシャルワークとかそういうやつですよ。人が実際動いて現場に出て働いて処理しないとできないような仕事、しかも結構重労働、軽作業とかそんなんじゃありませんいうのをやってるのに、まあ言ってみれば65歳以上もう仕事あらへん、なかなか探してもないと思うんですよ、まともな仕事で。その足元を見て非常にしんどい仕事、大変な仕事を最低賃金で最低の労働条件で行わせてる。でそういう会社がたくさんあって、その上にイオンというのもあるというのが今の構造になってると思います。で私たちこの問題何としてもやっぱり突破していきたいと。60を超えて働かんと生活できないと山ほどいるわけですから、日本の中に。で今年金財政どんどん厳しくなってますから、もっともっと切り下げられていく可能性もあるっていう中で、もうどうやって年金増やすってもまあ一つの方法やけど、まあそれ現実的になかなか難しいでしょ。でどうやって65を超えてそれなりにちゃんと仕事してる、真面目に働いてる、重労働やってる、そういう人らのね労働条件上げていくかと、賃金上げていくかということに今取り組んでるところです。ぜひ成果上げていきたい。場合によったらそれは大元はイオンですからね、イオンの第二地点の前に行ってビラ巻きでも何でもやって、イオンというのはこういうふうに支えられていますということを皆さんに知っていただいてですね、その元請けから改善を求めていくということも含めて今後取り組んでいきたいと思います。また YouTube 見ておられる方、高齢者の方意外と少ないのかもしれないですけれども、将来的には必ず問題になってくることですから、成果が上がればその時はまた報告したいと思います。以上です。